日本かっこよく、宇都宮大学の茂木誠です。アメリカにおけるユダヤ人のお話をしております。で、前回はオランダ植民地ニューアムステルダムの建設にユダヤ人が関わっていると、でそれをイギリスが奪い取ったと、名前を変えてニューヨークとなり、でニューヨークにもずっとそのユダヤ人が住んでいったというお話をしました。で、まあ、ニューヨークがですね、ここですけれども、ニューヨークも含めて全部でね、13の植民地をイギリスが作っていきました。ところがね、今度はね、オランダに代わってイギリスの邪魔した国がありまして、はい、フランス、有名なルイ14世の時に、イギリスがなんかアメリカで儲けてるからうちもやるぞっつってですね、探検隊を送り込んでいって、もうあのここはイギリスが取っちゃったんで、こっち側カナダから入っていって、で内陸を通って、これからあの五大湖って湖があって、であとここにこうミシシッピがあって、こう川があって、でこっから入って五大湖抜けて川を抜けて、この線で、このミシシッピ川の流域のことをルイジアナというのは、あのルイ14世の土地という意味なんですよ、これ。イギリスはですね、これから西部開拓するぞって思ってたら、先にフランスがいるんで、なんでいるんだってなって、それであの今度は英仏が北アメリカで4回バトルをすると、これを英仏植民地戦争と言います。その時にもともとここに住んでいた先住民、これをあの白人はインディアンと呼ぶんですけども、彼らはねこっちと組むんですよ、フランスと。はい、なぜでしょうとね。イギリスはですね、この先住民を追っ払って土地を奪っていくのです。でそれなぜかというと、あのイギリスって本国が狭い、寒い、しょぼい、農民は飯食えない、だから北アメリカに行って土地が欲しいから行く、先住民じゃまたバンバンつってね。ところがフランスって本国が豊か、広いで、別にあの北アメリカまで土地を求めに行くことはないのです。じゃあなんでフランス来たのっていうと、これ実はね、商業です。はい、あの毛皮、先住民が野生動物を狩りをして取ってきて、その毛皮をフランス人に売ると。フランス人はですね、逆に鉄砲を売りつけて打ち方を教えて、そうすると、先住民は鉄砲が手に入るし、毛皮売れるし、あ、フランスはいい白人となった、別に土地は求めないし、でもイギリスは土地よこせっていうから悪い白人ということで、フランスと先住民が手を組んでイギリスと戦うということです。だからこの英仏戦争の一番最後をですね、フレンチインディアン戦争って言うんですよ。これイギリスから見て敵がフレンチとインディアンだから、フレンチインディアン戦争と言います。そしてどっち勝ったかっていうと、イギリスがですね圧勝しました。でもなぜかというとね、さっき言ったように、そのイギリスは本国が狭い、寒い、しょぼいので、植民地がないとやっていけないんですよ。だから必死なわけ、必死。逆にフランスはまあ本国でもなんとかなるから、まあおまけで植民地って感じで、あんまりその植民地にこう思い入れがないんですよね、フランスの政府も。だから、やっぱりさ、あの本気の方が強いでしょということで、まあ、結論、フランスは負けました。ってことはフランスとつるんでいた先住民も負けました。結果今度は先住民たちがこのイギリスにどん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 攻め込まれていって、悲惨な運命をたどるということになったんですよ。これがですね、フレンチインディアン戦争の後の北アメリカで13植民地イギリス領
カナダ、イギリス領、ルイジアナ、イギリス領、全部イギリス領となりました。はい。イギリス圧勝ですね。ところが、この直後に、この13植民地がイギリスを裏切って、アメリカの独立を宣言するとなっちゃいました。それはどういうことかというと、イギリスはですね、フランスとの戦争をやりすぎまして、お金がなくなっちゃったと。で、お金がないっていうことで、今までそのフランスと戦ってきたのは、お前ら13植民地をフランスから守るためなんだから、その費用はお前らが出せって言って、ここだけに課税したんですよ。課税。それで、あとね、あの13植民地の商売を規制して、イギリス本国の商人だけがお金儲けできるようにするわけですよ。それで、新たな課税と商業の規制で大損害を受けた13植民地が、もういいって言って、今度ね、こうなっちゃったんですね。はい。これがアメリカの独立戦争でした。そして、このアメリカ独立戦争を見て、しめしめと思ったのが、フランスです。つまり、アメリカの独立を支援することによって、イギリスに対する恨みを晴らすっていうことで、フランスブルボン家のですね、今度はルイ16世が参戦し、今度はフランスが13植民地を軍事援助すると。はい。結果、今度はイギリスが負けました。13植民地の独立を認めるプラス、ルイジアナをアメリカ領として割譲するということで、ここに新しい国家、アメリカ合衆国、The United States of America っていう国ができたわけですよね。これがですね、アメリカ独立戦争直後の北アメリカということで、まあ今のアメリカのですね、半分しかないんですけども、こんな感じになりました。ところがですね、今度はフランスが財政難に陥りまして、フランスのルイ16世が国内に課税しようとして、ドッカーン、これがフランス革命ということになります。今やってるのは18世紀と言いまして、だから北アメリカにおける英仏戦争からアメリカ独立戦争から、そしてフランス革命の時代っていうのはですね、ユダヤ人の話が全然出てこないんですっていうのは、差別がね、弱かった、この頃は。っていうのは、当時啓蒙思想といって、古臭い迷信とかですね、民族差別とかそういったことはもうやめて、人間は感情じゃなくて理性で生きていくんだっていう、そういう思想がヨーロッパに広まったんですよ。だからまあユダヤ人たちにとっては非常に生きやすい時代であったですね。この頃にドイツにロスチャルド家っていうのができて、まあできてっていうか、まあ求めていたんだけども、王様たちにですね、お金を貸して、で、利子を取るってことを始めて、で、これが、ドイツのね、ライン川のほとりの、フランクフルトっていう町のですね、ユダヤ人街、ゲットにもともと住んでいたファミリーです。ロシテル家。ロシテル家はですね、まあ、今はいいけれども、またいつか、迫害の日が来るかもしれないからっていうことで、危険を分散しようということで、そのお父さんが息子たち4人を呼んで、ヨーロッパの主要都市に分散させるんですね。こっちからロンドン、それからパリ、それからイタリアのナポリ、それからオーストラリアウィーンですね。はい。で、本家がフランクフルトと。うん。で、どれかの家が潰れても他の兄弟がつながればいいっていうことで、これが、まあ、うまくいってですね。だから、例えばその、英仏が戦うっていう時に、ロンドンロシテル家はイギリス政府に金貸すと。で、パリロシテル家はフランス政府に金貸すと。うん。で、まあ、どっちか勝ちますよね。
で勝った方が儲かればいいやって、そういうあのリスクの分散をやって、あのファミリーは、ヨーロッパ 最大の財閥になっていたという、まあ、そのロシテル家の起こりもですね、この18世紀なんですよ。アメリカへのユダヤ移民の波、ウェーブがですね、3つあります。1回目が前回お話をしたスペインですね、イサベル女王がユダヤ人の追放令を出しましたと。でそのスペイン系のユダヤ人スワラディが中心 でこの人たちがオランダ経由でアメリカに渡っていて、例えばニューヨークを作ったという話をしました。18世紀はしばらくお休みがあって、でその18世紀の終わりにフランス革命が起こり、でそのフランス革命政府と他のヨーロッパの国々が、全面戦争になり、そしてそのフランス革命政府の中から現れた天才的な軍人がナポレオン・ボナパルトっていう人 でこのナポレオンが率いるフランス革命軍が、他のヨーロッパの王様たちをどん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 倒していったのがナポレオン戦争となりました。西はスペインから東はロシアまでフランス革命政権が占領するというですね、まあ、革命の輸出やったんですよね。ところがに対する反動が起こって、であっちこっちで、フランス軍出ていけっていう声が上がって、でスペインでもロシアでもドイツの国々でも、次の19世紀っていうのはそういうヨーロッパ統一とかやめて、各民族は自分の文化伝統を言葉を大事にしようっていうナショナリズムの時代だったんですよ、19世紀っていうのは。そうすると、一民族一国家でまとまろうとなっていく。でそれまでずっとバラバラだったドイツ、バラバラだったイタリアがそれぞれヒュッとまとまって、俺たちはドイツ人だ、イタリア人だ、で外国人は出てけとなっていく。そうするとですね、ユダヤ人はどこに行けばいいんですか。ご視聴いただきありがとうございます。本のご紹介をさせてください。こちら教科書に書けないグローバリストの近現代史で、サブタイトルが日本は国際金融資本プラス共産主義者と戦った。帯がですね、なぜ日本はニジェル戦争に勝利し第二次世界大戦で大敗したのか、幕末維新からロシア革命、世界大戦、トランプ現象まで、さらにシティ&ウォール街が黒幕だったということで、ここのですね、国際金融資本とかですね、グローバリストとかですね、シティ&ウォール街とかですね、これが現代の歴史を後ろ側から動かしている勢力であるという考え方で、これをですね、人によってはですね、DS と言ったりするわけですけれども、ディープステートで、まあ、こういう本はですね売れるんですよ売れるので、まあ、出版社さんもですねこういうタイトルにしたと思うんですけども、必ずそのに対して批判としてですね、そんな黒幕がいるんだったら証拠を出せとか、名前をちゃんと出せとか、どうせ陰謀論だろうとかいうふうにして茶化す人たちがいるんですけども、そこでこの本はですね、全て実名入りで書いてあります。それ誰だと、黒幕は明治維新の黒幕、それから南北戦争の黒幕、アーヘン戦争の黒幕、全部ですね、実名入りで書いてあります。しかもこれはですね、対談形式で、私茂木誠とですね、渡辺聡樹先生というノンフィクション作家の方、この方は長くカナダにお住まいで、でアメリカのですね公文書館とかに通って、実際に資料を集めて、で証拠を集めた上でこういうことがあったと、ペリー来航の裏にこういうことがあったってことを分析されているので、まさに、証拠付きなんですよ。ですから陰謀論ではありません。で、まあ、これが入り口となってですね、もうちょっと
深く知りたい方はぜひこのですね渡辺聡紀先生のお書きになった読み応えのある本が多いんですけども分厚いですね、そちらも検索してみてください。一応これはまあ入門書ということでサクッと読める感じの、対談本、教科書に書けないグローバリストの近現代史をよろしくお願いいたします。